はい、皆さんこんにちは、西岡一緒です。今回もですね、ワシントンのドローにまた、解説をしていきたいなと思います。はい、まずはですね、自分のドローなんですけども、また結構タフなドローになったと思ってます。1回戦、ジャック・ソック選手ですね、ニューポートで戦って、オリンピックの前の大会で、戦って、その時は、結構簡単に負けてしまったんですけども、ハードコートでは久々の対戦となります。ハードコート自体の戦績でいくと、かなりちょっと何年前かな、僕が本当に怪我する前ですねに、アカプルコで1回勝った後に、マイアミで試合をして、その試合では僕が左膝を前十字を断裂したという試合ですね。なので、戦績としては今どっこいどっこいぐらいな感じですけども、最近では今一応負けてはおります。で、それをもし乗り越えたとしたら、次ナダル選手ですね。間違いなくかなりタフなドローかなと思います。はい、結構ね、今年はあんまりドローが、なかなかよろしくないというか、タフなドローばっかなので結構苦しいんですけども、まずは1回戦しっかりと乗り越えれば、ナダル選手がいるということで、1回戦の、ソック選手との試合に、全力を注いでいきたいなと思います。はい、で、1回戦の見どころのありそうな試合、全部見どころなんですけども、面白くなりそうな試合をいくつか挙げていきたいなと思います。一つはやっぱこの試合も面白いと思いますね。錦織選手と、クエリー選手の1回戦もかなり面白いかなと思います。多分お互い何回も試合経験あるはずで、ちょっと戦績は僕は分かんないですけども、なんとなくイメージとしてはちょっと、錦織選手の方が勝ってるんじゃないかなと思います。ただビッグサーバーですし、パワープレイヤーということでクエリー選手が、怖い存在は間違いないのかなと思います。ただ錦織選手のオリンピックの試合を見ていると、やはり率直な感想としてやっぱ強いなという、感想なので、しかもかなり調子も良さそうでしたし、今錦織選手がだいたい70位ぐらい60位ぐらいでランキングは落ちてるんですけども、間違いなくそんなレベルじゃないですね。もうやっぱルーブレ選手に勝ってるのを見て、確実に絶対このランキングじゃないわっていう風に普通に思いますね。お互い、トップに行ったことのある選手ということで、かなり1回戦からは好カードなのかなと思ってます。で、個人的に結構面白いかなという風に思ってるのが、ブランドン中島選手と、ポプリン選手ですね。ブランドン中島選手、この中島っていう名前が日本の名前なんですけども、確か第3世かな、ちょっと僕も対戦したことあるんですけども、ほとんど話したことがなくてですね、全くちょっとわからないです僕としても。ただ、今回、今ですね、2週連続決勝進出ということで、まだ19歳なんですけども、めちゃくちゃ強いですね。はい。僕も一回やった時に、めっちゃ強いなと思って、すぐみんなも彼は上がってくるんじゃないかなっていう風に、言っていたので、みんなが言った通りしっかり上がってきたなっていう印象です。ただ、ポプリン選手も若くてですね、お互い結構サーブが良くて、ポプリン選手の方が少しハードヒッター系ですけども、中島選手の今の成績の安定している感じと、逆にポプリン選手の思い切りのあるプレーだったり、ポプリン選手も今年かなりランキングを上げているので、っていうことも含めてかなり面白い対決になるんじゃないかなと思っております。でも最近多いですね、もう若い選手、10代の後半から20代前半の若い選手同士の、好カードっていうのがもう最近めちゃくちゃ多いかなと思うので、世代もだんだん若くなりつつあるのかなというふうに思ってます。今回はですね、本戦にストレートインで、もう一人、日本人として、内山くんが入ってます。もともと予選を戦う予定を、繰り上がって、急遽本戦からという形になったみたいです。1回戦が、セッピ選手ですね。僕が、ウィンブルドンの前哨戦で、負けた選手になります。なんかちょっとあんまわかんないんですけど、なんか練習コードちょっとあんまり良くなくて、早かったり遅かったり、ちょっと僕もあんまりわかんないんですけど、ちょっとボールがすぐ悪くなるんですよね。なので、結構、球速が遅くなったりしやすくて、結構ね、個人的には攻めた方が強いかなっていう風に思ってるので、結構内山くんとしたらいいんじゃないかなという風に思ってます。結構2回戦ぐらいから、
あのシード選手が出てくるので、そのあたりから結構面白い対決どんどん増えてくるかなというふうに思ってます。結構個人的に面白いかなというふうに思うのは、先ほど挙げたブランド中島選手とポプニー選手の1回戦の勝ち上がりの次がですね、エバンス選手なんですけども、イギリスの結構おもろいかなと思いますね。このなんか2人ともちょっとパワープレイヤーっぽいようなテニスの中に、エバンス選手みたいにパワーというよりは結構タイミングだったりとか、このバックハンドの片手のスライス多用したり、ネット取ったりっていうこの技術の高さっていうものの対決になってくるので、かなりこれも面白い対決かなというふうに思います。で、個人的にはですね、先ほど挙げた錦織選手とクエリー選手の勝ち上がりの次がですね、ブブリック選手、カザフスタンの選手なんですけども、これも結構楽しみです。で、僕的には結構ブブリック選手に今もうずっと負け続けていて、なんというかちょっと苦手意識みたいなのもやっぱあるんですけど、錦織選手がもしクエリー選手に勝った場合は、ブブリック選手の対戦なんですけど、結構興味ありますね。どういう風に対決するのか、戦略を知りたいですね。戦う時の錦織選手がどういう風にブブリック選手に対して戦っていくのかっていうのを個人的に見てみたいなという風に思ってます。で、僕個人としてはやっぱりソク選手に勝って、ナダル選手とやっぱ対戦をしておきたくて、もちろん勝つ努力をしていきたいですし、ただナダル選手結構ハードコートに合わせてしっかりと今多分調整を完了してる感じだと思いますし、もちろんタフな戦いではあるんですけども、やっぱこうやって、少しでも多くトップの選手と戦うっていうチャンスを作っていくことがまずの、大事なところだと思うので、まずはしっかりとソク選手に戦っていって、前回のリベンジを果たせるように頑張りたいですし、その次にまたナダル選手にちょっと思い切ってぶつかっていけるような、経験を、得たいなというふうに思ってます。ということで、今回は、こんな感じですね、ドローの解説をしていきました。今回から、また兄が帯同しているということで、またワシントンの様子だったり、ここから全米オープンまでぶっ通して5大会出場していくので、またそっちの大会の様子だったりっていうところも、ぜひぜひ見てもらえればなというふうに思います。ということで、ハードコートシーズン、特に好きなアメリカのハードコートシーズン頑張っていきたいなと思います。そして、他の日本人選手の応援もぜひよろしくお願いします。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。良かったと思った方は高評価お願いします。それではバイバイ。